はい皆さんこんばんこばはサッカーキングのミッシーです、えー、いよいよ明日日本対ブラジルということで、えー、ちょっと土日取材活動してましたので、まあ、ちょっとその辺の話なんか、えー、合わせましてちょっとサブチャンで、えー、動画を撮っております僕はあの本日ですね国立競技場でブラジル代表と日本代表の公式練習と公式会見があったのでその会見練習を取材して、えー、機材を担いで今ちょっと会社に、えー、一旦こう荷物を置きに来た というところで、いや、これやっぱり喋りたいこといっぱいあるなということで、えー、もうノーカットで、えー、ノー編集でいきますので、えー、ちょっとごにょごにょしたりあの、情報間違えたらすみませんって感じですが、一発撮りでいきたいなというふうに思います。はい。ということで、ブラジル代表、あのまず最初、韓国でね、試合しまして5対1と勝ちました。で、えっと、木曜,、えっと、木曜の夜ですかね。あ、違うな、金曜の夜か。 はいにえー、日本に到着しまして、まあ、その日は特に練習はなかったんですが、えー、土日と練習しまして、えー、月曜日、明日ですね、キリンチャレンジカップで日本代表と対戦するというような工程に今回なっております。 であの藤原清美さんとちょっと一緒に動画を撮らせていただいて、そこでも話したんですけども、えブラジル代表、これで、えー、日本戦が終わったら解散ということで、一応インターナショナルマッチウィークというかね、あの構想期間というのは続くんですけども、ちょっといろいろありましたので、えー、日本戦で、えー、数を終了ということになります。ちょっとその辺の詳しいところは、あのぜひそちらの動画を見てほしいなというふうに思いますが、えーまあ、まずは何と言っても、まあ誰が出るんだというところがやっぱり一番興味あるかなと思いますので、えー、そこを最初に話していきたいなと思います。えーじゃあ ブラジル代表もうスタメンはもう分かってます。はい、僕も土曜日で、えー、取材をして実際メンバー見ましたし、まあ、ブラジルメディアなんかも、えー、予想スタメンで挙げてるものがすべて一緒なので、まあ、かつ父ッチ監督その辺を何でしょう、まあ、変に隠したりとかっていうことを基本的にはしないので、もうこの報道出てる通りに基本的になると思います。まあ、怪我とかあの体調不良とか直前のそういうことがなければ、まあ、この11になるだろうというスタメンなんですけども、えー、まずブラジルキーパーは、えー、アリソンです。 まずエデルソンがね、ちょっと残念ながら離脱してしまって、ウェベルトンとアリソンでまあ基本2人体制。まあ、今回、ベルディのマテウス選手が練習として参加してますけども、使用はできないので、明日はアリソンでいきます。で、フォーバックはダニアウベス、マルキーニョス、そしてエデル・ミリトン。で、左がギレルマ・アラーナと。 いうことになりました、えー、前々日の練習だとチアゴシューバーが入るというふうに言われてたんですけども今日の練習でどうやらミリトンが先発組に入ったということだそうで、えー、マルキニョスは引き続きですねで、えー、ミリトンとコンビを組むということになりますで左に関してはまあアレックス・サンドロが韓国戦出ましたが えーまあ、今回ね、ね人アレックス・テレスと含めて3人選ばれてるんですが、えー、コリンチャンスのイレル・マラナが、えー、出るということですね。あコリンチャンスじゃない、元コリンチャンスで現在は取り込みでいると。はい、すみません、失礼しました。えー、で、中盤はカゼミーロとフレッチ。ここは変わりません。でちょっとあのー フォーメーション上、ちょっとどうなるかが若干わからないというか、複数パターン練習しているということではあるんですけれども、まあ、おそらく4-3-3というか、中盤がまあダイヤモンド的な感じになるのかなというふうに思っておりますが、まあ、カゼミーロ、ルーカス・パケタ、そしてフレッチという中盤、まあ、ミッドフィルダー登録の選手ですね。で、フォワードがビニシウスと、ラフィーニャとネイマールと。 ということになります婦人でいうとネイマールがトップというか、まあ、偽9番みたいな感じなのか、まあ、ただ中盤っぽいこともするので、まあ、ビニシウスハフィニアの2トップっぽい形になるのか、まあ、ただ彼らはこう両翼に張るので、まあ、433442の中盤ダイヤモンド、まあ、これの表現的にはどっちかかなと。 いう感じで、ねまあ、4−4−2 の、えー、中盤ダイヤモンドという形でしたら、えー、アンカにカゼミーロで、右がフレッチ、左がパケタ、まあ、こういう形になります。はいでえー、日本代表もき、ねえー、今日森保監督の会見がありましたけども、まあ、森保監督も、まあ、パラグアイ戦の、ね、メンバーを見たら、まあ、ブラジル戦に温存してるんだろうなという感じだったと思うんですけれども、まあえー、アジア最終のまの、あ、主に後半戦ですね、まあ、オーストラリア戦以降の、えー、メンバーが基本になるというような感じでした。 はいでえーまあ、ブラジルの、ね、会見でセザー・サンパイオさんが、まあ、その警戒する選手として、ね、名前を挙げていたのが長友選手、吉田選手、遠藤選手、まあ、守備でいうとこの、えー、3人ですね。で、えー、前線でいうと伊藤選手と南野選手の名前を挙げていました。まあ、なので、まあ、この辺はアジア最終戦でもそ、ね、う活躍した選手なので、まあ明日出るというふうに思いますし長友選手はおそらく右のようですね左中山選手が出るというような練習をしているという感じですね。 で森田選手がですね、えー、パラグアイ戦も初戦ベンチからずれていて、えー、と僕も木曜日かな,、えーごめんなさい、金曜日だ、金曜日の練習に、えー、行ったんですけれども、ちょっと部分合流的な感じで、えー、ちょっと強度高めの練習とかしてなかったんですが、まあ、一応、昨日から合流したということであるんですけど、ちょっと森田選手と原口選手、これがどっちかなんじゃないかなというような感じですかね。で、トップはおそらく古橋選手ということになると思います。はい でえーまあ、ブラジル代表の練習がこう見れるという機会もなかなかないですし、まあ、土曜日に関してはフルオープンだったんですけどもちょっとその話もしたいんですけど、えー、練習としては1時間半ぐらいやりましたかね。まあ、アップでボール回しとか えちょっとサーキット系のメニューをこなした後にですね、がっつり戦術練習をやりました。ただですね、戦術練習のパートに関しては、もうカメラ撮っちゃダメということで、もうカメラを下に置けというようなね、えー、指示がありましたので、ちょっとそこら辺の映像としては残ってないんですけど、まあ、あの一応口頭であの書いたりあのする分には大丈夫だと思うので、まあ、ちょっとね簡単に話しますけど、えー、と土曜日の練習の内容としては、主にセットプレーの守備の練習ですね。もう、先発組と、まあ、いわばサブ組を完全に分けて、 えやってましたでこうコーナーキックの際のショートコーナーだったり、えー、まあこのストーンの選手が跳ね返すであったりこう逆にこうスルスルっとえ抜けてきたニアのところにキーパーの前にこう入ってきた時に誰がつくんだとかいろんなパターン練習をしてました。だからこの辺は結構もう父監督が主導となって 大きな声を張り上げてやっていました。で、その後ちょっと簡単なゲームをやって、昨日練習終了って感じで1時間半ぐらいやりましたね。一応サッカーキングの方で動画も出してますので、そちらもぜひ見ていただきたいんですけれども、まあただやっぱりこう、なかなかこう戦術練習で見ることはできませんし、日本代表に関しても基本的にはそこは非公開でセットプレーの練習などほぼやっているので、見たことはないかな。1回ぐらいなんかあの公開になってみたいなことあったと思うんですけど、それぐらいのことなので、まあこうね、父監督がこう実際に 実際にこう身振り手振り交えて指示するっていうこともなかなかなかったりすごく非常に貴重な機会だなと思いながら見てました。 で、これ、面白かったのが、こうスタメン組とサブ組をこう分けるんですけど、完全にもうピッチを二分してやって、あの両端のゴールとゴールでやっていて、でいわばこう仮想日本というか、相手選手の役割は全員コーチがいるんですね。で、そのコーチの,せんあの人たちも、まあ、元プロとかね、まあ、もちろんそももうブラジル仕込みだと思うんですけど、セットプレーの練習、1個のコーナーキックにしても、その、キッケルボールのクオリティがめちゃめちゃ高いなと思って、まあ、これも実践さながら、いわばこう、 スタメン組とサブ組を分けてサブ組の選手がこう、ね、相手役をやるってことは多分通例だと思うんですけどここはコーチがやるんだっていうのは、ね、ちょっと個人的には驚きではありましたねはい。 え部分とその後戦術練習のところはちょっと取れなかったので、あれなんですけど、えー、ゲームのところはまあほぼほぼえ使っています。サブチャンネルの PK の方も、ちょっと遊びの感じだとは思いますけど、その辺の動画も上げているので、ぜひ見てください。で、あと、会見についてなんですけども、えー、まあ父監督がまず言ってたのは、まあちょっと会見が予定してた時刻で、ちょっとだけあの遅れたんですけども、ちょっと僕は、あの、練習のなとめちゃめちゃこう集中してやるから、ちょっと日本の皆さんごめんなさい、こう待っててくれてありがとうみたいな。 まあすごくこう律儀な方というか、まあ、僕は知事監督すごくそういうとこ、まあ、人間戦を含めてすごく大好きなんですけども、えー、まあ会見のところで私もちょっと1問だけ質問させていただきまして、まあ、6月こう難しい状況になってしまってアルゼンチン戦が当初あるよだったんですけどそれがまあなくなってしまったので まあえ今回、これがラストになりますけど、ああどういうことを試したいですか、どういうところを収穫にしたいですかというような話はえ質問としてしたんですけども、チェチカンとか言ってたのは、短いけど、全員あのこうプロフェッショナルフットボールプレーヤーとしてこうまあ準備はしていると。 いうところと、まあ、今回の準備期間短いかもしれないですけど、こう自分はこう2018年ロシアワールドカップの前からこう代表チームを指揮し始めて、こ,うこれだけ長い時間が経っているから、えー、まあそこは心配ないというふうに言ってたので、い、ま、わ、あ、ばちょっと僕がいわゆるこう点的な質問をしてしまったんですが、まあ、父監督が線でこう見ているというような感じの印象を受けました。 でまあ、あの警戒する選手として、ね、名前が挙がったのは、そんな感じ、えー、先ほど述べた5名の選手ですね。まあ、ここはチカン監督ランク、えー、サバイオコーチが、えー、話していました。まあ、ただ、ここはもう、あの一応、分析はしてるけど、こう全部は喋ることはできないから、許してね、みたいなことは一応、前置きとしては、えー、ありましたね。はい でえー、とあと僕が喋りたいこととしては、ね、ね昨日の動画でちょっと一応、あのー、出したやつで、ですね、あのー、ボール回しが、えー、3グループぐらいにこう分かれてボール回しをした後に、シャリソンとダニ・アウベスとネイマールとパケタとビニシウスがなんかちょ,ちょっともみ合いみたいになるみたいなシーンがあって、えー、そこも動画として、あのー、一応あるんですけども、あのー、なんかこう、きょの朝かな。 あのヤフト P の方にねあのブラジル代表練習中に喧嘩みたいなの出たりですとか <laughs> あのなんかンシューズがこう言ってるらしいぞみたいななんかいろんなちょっと憶測というかまあこれ見方によるんでまあ当事者にしか正直正解わかんないですけどちょっと僕の見解を述べさせていただきます。で おそらくなんですけど、この5選手は同じグループでロンドン、鳥かごをやっていて、まあ、日本代表の選手とかもよくやる練習というか、遊びのアップの時やるんですけど、あのーまあ、こうリフティングとかでこう落としてしまって、なんか、えー、3回落としたらかなんか分かんないですけど、やったら、こう、デコピンというか、耳ピンみたいなのをやるみたいなのは、まあ、サッカーキングの多分、日本代表の選手の動画でもあると思うんですけど、まあ、それに近いものなのかなというふうには思ってはいます。 えまあおそらくこうちょっと僕も全部結構遠かったんで全部見てたわけではないんですけどまあおそらくこうリシャリソンが何かこうミスをしたが何かでえまあよりこう デコピーミミピンの対象になっってしまったとで、それをこう、アウベスがこう、捕まえてあの、リハリソンがやめろみたいな感じになって、えー、まあ、こう、パケタがねの、全然笑ってないっていうのが、ちょっと深刻っぽくは見えるんですけど、まあ、ね、ネイマルなんかこう、にこやかにやってましたし、まあ、リハリソンってこう、元から結構人相ちょっと怖めだし、まあ、こう、いじられたり、いじったりみたいな、まあ、明るいキャラクターではあるんですけど、まあ、ちょっと彼はこう、試合中とか、ちょっと切れやすいみたいなところがあるので、 まあよりそうう見えてしままったのかなといいううに思います、まあ、僕もこう見てて、おうおうおうおおと思ったんですけど、まあ、よくよく見てこう選手たちの表情というか、まあ、そのちょっともみ合いみたいなところがあった中で、あのー、まあちょっとこうばらけた中でもこう笑顔で会話してたりは、えー、したので、まあ、大丈夫なのかなというふうには思っています。なんか、どっかのサイトがちょっとわ分かんないんですけど、なんか、ビンシュースがすごいひどいことを言ってるみたいなのを見て、 なんかお前はルカク以下だとか何かお前は課題評価されているとかチャンピオンズ取れるわけねえみたいなことを言ったみたいなのをシャーリーソンが言ったみたいなことを書いてあったんですけどそんなこと普通言いますかねっていうのが普通の考えですよねそれがとんでもないブラックジョークが通じる人たちだそういう関係性なのかもしれないですけど試合の前々日にそんなことするかねっていうふうに普通はまあ 思い,ますし、まあ、いわゆるこう先輩後輩関係でブラジルだと実はそんなになかったりはするのでうんどうなのかなとは思いますけどあとこう今はブラジル代表として活動しているので、まあ、こう公式として会見に出席する以上はシャリソンがどういうことを言ってるっていうのは えっと、それ以外のインタビュー、本当に個人的に仲がいいとかで電話できるとかっていう関係性じゃない限り、基本的にインタビューはできないと思うので、その辺が本当に信憑性が高いのかどうかっていうのは。 正直分かりません。うん。けど、まあ、僕の喧嘩じゃないんじゃないかなと思ってます。で、それなんでないんじゃないかなって思うかというと、えっと、ヒサリソンのインスタグラムを見てほしいんですけど、まあ、そのちょっともみくちゃになってるところの,あの写真をこう上げて、ちょっと拡大したやつとかも上げて、えー、まあ、いわゆるこの投稿文にちょっとこの泣いてる、えー、泣き笑いみたいな絵文字。 がまあ3つついてるみたいな投稿があって、そこのコメント欄見てもらうと分かるんですけど、そこにまあアウベス、ね、ネイマール、ビンシュース、パケタ、まあ、全員こうコメントをしてて、まあ、みんなちょっとこう、ちょっと冷やかすというか、笑ってるみたいな感じの、えー、コメント、絵文字がまあついてるというような感じですね。まあ、パケタがこう言ってたのは、まあ、ペギー・オ・ポーポ、あのー、まあヒャリソンがこうゴール決めたの、ね、は、こうハトの、ね、こうパフォーマンスをこうやるっていうのが有名ですけど、まあ、ハトを 捕まえろみたいなこと言ってるので、まあだからこう罰ゲームだったシャイソンをまあ捕まえて、まあちょっとこう、まあ、ネイマールが後ろからこう後ろ頭ペチってやってるんですけど、っていう意味なんじゃないかなと思ってるので、ンシューズが実際に何言ったとか、ちょっとまあ僕はその場にあの近くいたわけじゃないわかんないですけど、とか、まあ大喧嘩ではないんじゃないかなっていうのが僕の見解。はい 一応なんかこの辺はちょっといろいろ見る方によって、こう、会社が分かれそうだなというふうに思ったので、一応ちょっと僕の見解だけ述べさせていただきました。はい。えー、ということで、日本対ブラジル、本当に楽しみですね。まあ,あ、こう、ブラジル代表のフル代表が来る、まあ、中立地でね、これまでやってたことはありますけど、こう、日本に来るということはそんなにないことだと思いますし。 まあ今、FIFA フフランク1位になって、まあ、父監督になってからのこうセリ損の戦い方ってすごくこう、えー、スタイリッシュになって、ううかなり現代的になったなというふうに思っていますので、えー、まあ次のワールドカップのところでも,もう間違いなく優勝候補と言っていいんじゃないかなというふうに思っております。天気だけが、ね、ちょっと心配なんですけれども、えー、どうやらちょっと雨予報ということでちょっと、ね、怪我だけ、えー、ないようにいい試合が、ね、見たいなと。 いう,ふうに思っています本田選手が何かいい試合になるような気がすると言ってましたけど僕もそうなることを祈って明日たはまあ現地で一応取材するのでまたその話なんかもまあ動画で撮れたらいいかなというふうに思っております。はい、でサッカーキングでいろいろちょっと記事とか動画とか、まあ、僕中心にいろいろやっております。 まああの会見の記事ですとか、まあ、練習の模様の記事ですとか、あと藤原清美さんに全選手の紹介なんていうのも書いていただきましたし、えー、メインのチャンネルの方ではまあゲームのところとアップの方両方ともちょっと動画を上げているので、まあ、ちょっとぜひブラジル戦前に見ていただきたいなというふうに思っております。はい、では、ありがとうございました。さよなら。